これロッククリークっていう会社のナイフです。中国製なんですけど、すごく品質がいいです。で、結構安くて1万2、3000で買えます。で、最近の中国製のナイフどれぐらいの品質かちょっとご紹介したいなと。で、箱も立派で、これ黒いパッケージの中にこういう白い箱が入ってます。はい、中こんな風になってます。これがシースですね。レザーシース。こちらナイフ本体です。これナイフの名前はサーベルっていう名前です。こういう油紙が入って錆防いでます。はい、サーベルみたいな形してます。で、ハンドルはレザーワッシャーです。結構中国製でも作りがいいです。はい。で、これハンドルレザーワッシャーって私買うのもこう珍しいんですけど、このレザーワッシャーのハンドルというのはあんまり今まで買わなかったんですが、これ理由があって、レザーワッシャーのハンドルはまあここレザーで何て言うんでしょうね、レザーの輪っかをギュッと圧縮して、それで表面を研磨してるんですけど、まあ何せ材質がレザーなんで、湿気が多いところに保管しとくと、この金属とレザーの間あたり、この辺が錆びてくるんですね。で、さらにカビも出ます。それでレザーワッシャーってあんまり好きじゃなかったんですが、ただグリップした感じはものすごくいいです。やっぱりマイカルタとか G10 とかそういうのでは味わえないような、とてもいいグリップ感があります。そして滑りにくいと。ちょっと細いですけど、とってもグリップいいです。ちょっとここ痛いです。若干これ錆浮いてんの分かりますかね。こういうどうしてもレザーワッシャーって錆びやすいしカビも出やすいんですね。だからちょっと保管とか手入れが必要です。ですので、レザーワッシャーで鋼材が、ね、炭素鋼って言ったら本当にめんどくさいですね。まあ、ガンガン使うにはそれがいいんですけど。寸法。これ、刃渡りが5センチ、5ミリぐらい、全長が27センチ、結構大型のナイフです。ハーツも結構あって6ミリあります。以上、1万2、3000で買える
まあ、中国製とは思えない、最近はいいナイフが、フォールディングナイフもシースナイフも出てます。これロッククリークってあんまり、聞かない名前ですけど、まあ、ポールチェーンによる、中国製のナイフです。はい、以上、今日はロッククリークのサーベルをご紹介しました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。